皆さんこんにちは、スマッシュ TV です。ナンバーアイの神宮寺勇太さんが11月2日に自身のインスタグラムを更新、メンバーの平野翔さんとシンガポール旅行を楽しむ様子を公開し、イケメンが溢れてる、すごい楽しそうなどファンから反響が寄せられているようです。今回公開されたのは、神宮寺さんと平野さんがシンガポールの夜景の下、カメラ目線を決めるクールなカットや、カニ料理を前に2人でカニのようなポーズをするお茶目な姿が写し出された写真。神宮寺さんはコメントで、シンガポールにショート行ってきましたと説明しており、久しぶりの海外楽しかったので写真載せていくねと披露した写真について綴っています。神宮寺さんと平野さんのかっこいい様子から自然体な笑顔まで、さまざまな表情が見られる本投稿には、カニさんのまねっこかわいすぎ、ジグヒラ最高、シンガポール夜バージョン、素顔嬉しい、二人の仲の良さと楽しそうな時間が伝わってくるなど、ファンからコメントが寄せられています。また10月31日には、エンターテインメント会社 2B の社長である滝沢秀明氏がインスタグラムを更新、9月21日以来の更新となりましたが、投稿された写真の色にナンバーアイのファンは色めき立っているようです。平野さん、岸さん、神宮寺さんの3人は今年5月22日にキング&プリンスを脱退し、旧ジャニーズ事務所を退所、平野さんと神宮寺さんは7月7日に一足先に 2B に合流、10月15日に岸さんの 2B 合流とナンバーアイの結成を発表し、現在に至ります。岸さんの合流会見は東京ドームで行われたのですが、5月25日発売の女性セブンでは、滝沢氏が東京や大阪、福岡など複数のドームを抑えていて、来春にも所属アーティストのお披露目も兼ねたイベントを計画していると報じられていました。そして岸さんの合流が発表されたのが前述のように東京ドームだったことから、デビューライブ匂わせ感ありつつ、岸くん野球好きだし、どっちだ、ドーム貸し切り、すごく金かけてもらってるか、でも花束贈呈見たかった勝手な予想だけど、東京ドームでライブするよの匂わせかといった、東京ドームライブへの匂わせを指摘する声が SNS にも多く寄せられていたのです。そんな中で滝沢氏は今回インスタグラムを更新し、新たに匂わせとも思える投稿をしたということ。滝沢氏は以前から 2B の立ち上げや、やめジャニの合流があると匂わせ行為を行っていきましたよね。そして今回のインスタグラムの投稿は、ナンバーアイのもっと言えば 2B に合流している元 V6 の三宅健さんや、元キスマイフット2の北山宏光さんのジャニーズ時代のメンバーカラーを連想させる色が目立つ写真が投稿されているんですと、ワイドショー関係者は話しています。キンプリ時代のナンバーアイのメンバーカラーは、平野さんがシンク、岸さんが紫、神宮寺さんがターコイズブルー、北山さんはキスマイ時代に赤色、三宅さんは V6 時代にオレンジ色がそれぞれメンバーカラーでした。対して滝沢氏が投稿したのは、自身のライフワークである火山探検を行った際に撮った写真の数々、赤と青のウェアやオレンジにも赤にも見えるマグマの色合い、霧や現地の光の影響か、全体的に紫がかって見える写真などなど、計5枚の写真をインスタグラムに投稿しています。やっぱり5色あるのは気になります、匂わせはしないと言ってましたが、答えということでしょうか。面から5色考えすぎかな。で、今滝沢社長のインスタの解読ができなくて悩んでる。皆さんが言ってる通り、3人の準備が完了したの、わからんといった、タッキーの匂わせを解読しようとする声が多く寄せられているのです。そんな滝沢氏の会社 2B は、今年4月に公式 YouTube チャンネルでオーディションの様子を公開しています。オーディションに受かった、いわゆる 2B ジュニアのお披露目も兼ねたナンバーアイ、そして北山さんや三宅さんも集う東京ドーム公演が
来年初めにも行われるかも、と噂されています。北山さんと三宅さんはともかく、ナンバーアイ関連に何かあるんだろう、とファンはほとんど確定状態で盛り上がっています。ただ、一つ話が漏れ伝わっている内部情報を紐解くと、やはり北山さんと三宅さんも交えた、2B 全体のイベントがあるのでは、と考えられるんです。大勢でダンスパフォーマンスをする場合、曲に振り付けを当てる、振り入れをしますが、これが12月から開始できるように 2B が今、外部に振り付け師を募っているんですよ、とレコード会社関係者は話しています。ジャニーズ時代からの縁で、滝沢氏には豊富な人脈があります。例えば、TRF の前身となるダンスグループのメンバーだったこともある。有名振付師サンチェ氏は、長年ジャニーズで指導に当たっていた名物振付師ですが、彼が 2B に移籍する話がすでに7月に報じられていたことも、サンチェ氏もいるのでしょうし、そもそも平野さんのダンスの腕前は抜群で、オリジナリティあふれる踊りもこれまで何度も披露してきた。つまり自分たちのダンスは自らで振り付けできるんです。それでも外部の振付師が必要なわけ、それは集団やバックダンサーへの振り付けだと見られています。バックダンサーへの振り付けが必要な理由、それはイコールライブコンサートの開催ですよね、と前室のレコード会社関係者は語っています。一般的に一曲の振り付けを完璧にマスターするには1ヶ月は必要だと言われているようです。例としてダンスの素人であるフットボールアワーの後藤輝元さんは ABCG のライブに参加して河合郁人さんと入れ替わり、バレずにアクロバティックな楽曲 The ABC 5 Stars を踊るという企画を行列のできる相談所で行ったことがあります。企画は基礎的な練習も込みで合計2ヶ月を要しましたが、 The ABC 5 Stars の振り入れに限ると後藤さんはおよそ33日でほぼマスターしていました。後藤さんは仕事以外のほとんどを練習に費やしていましたが、ターン一つマスターするだけでも数日を要していたことから考えても、ダンスをものにするのは容易ではないことがわかりますね。もちろんプロならもっと早く振り付けを習得できるとは思いますが、それでも時間はかかる。ましてや新人なら12月に振り入れがスタートするという話なので、逆算すると本番は 1,2 月くらいになりますよね。その時期にナンバーアイがバックダンサーを引き連れてドームで満を持してデビューライブを行うのでは、そう考えられていましたが、実はナンバーアイの3人も降臨するが、北山さんや三宅さん、そして 2B ジュニアも登場する 2B タレント総出のイベントかもしれませんね、とレコード会社関係者は話しています。ナンバーアイのコンサート情報が出回る中、平野さんとゆかりのある理恵畑さんが12月2日と3日に大阪京セラドーム大阪で開催される音楽フェスランクショーケースイン京セラドーム大阪に BE:FIRST のメンバーでダンスの世界大会で4回の優勝経験を持つソータさんとダンスコラボレーションステージが展開されることを発表しています。同フェスはラッパーで音楽プロデューサーのスカイハイさんと日本テレビによる大型プロジェクトランクダンスユニバースネバーキルドの一環として開催されるフェス。11月1日時点でフェスには BE:FIRST、マーゼル、K-POP グループの ATEEZ、LDH 所属のファンタスティックスとザ・ジェット・ボーイ・バンガーズ、BTS が所属する韓国のプロダクション HYBE の日本支社、HYBE レーベルズ・ジャパンに所属する多国籍グループの ENTEAM、そして滝沢秀明氏のエンターテインメント会社 2B 所属の IMP などなど、事務所や国の垣根を越えたユニットの参加が発表されています。スカイハイさんはとにかくダンス業界を盛り上げようぜという強い情熱で動いているプロデューサーです。そして同プロジェクトには 2B も参加している。そうすると期待したくなるのは平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんによる 2B のユニットナンバーアイや旧ジャニーズのランク参戦ですよね、と話すのはレコード会社関係者。
今回コラボが発表された里江畑さんと颯太さんはいずれも平野さんをリスペクトしているダンサー。里江畑さんは平野さんがキング&プリンスに所属していた際に1番の振り付けを担当したほか、独立後の平野さんとインスタグラムでコラボダンス動画を投稿し友好関係を築いています。颯太さんは1番を見て、平野翔くんがすごくダンスが好きなのが伝わってくるし、こういうのをやりたいをすごく明確に形にしているように思う、その姿勢にシンパシーを感じるし、すごくリスペクトしていると盛んに話していると、スカイハイさんが2022年7月に日経クロストレンドにて明かしています。平野さんと颯太さん、里江畑さんの関係や同じ 2B の IMP がダンクに参加していることから、里江畑さんいつかあればと思ってたけど、まさかこんな早くに、里江畑さんと1番平野くんたちと颯太くんの開口もいつかあったらいいなぁと淡い期待してます。個人的希望です。 2B の IMP が参加なら平野くんは参加しないの？バッチバチに踊ってほしいよ。颯太とコラボなんかしたら最高なんだけど。ダンクに IMP がありならトラジャとかもありえそうだし、なんならそのつながりで平野翔とかもありえそうといった声が SNS にも多く寄せられています。すでに 2B の IMP や平野さんと関係の良い里江畑さんも参加している。公式サイトの参加ユニット欄には&モアという期待させる一文もありますね。ランクの機種はスカイハイさんですが、彼のポリシーを考えても平野さんたちも参戦し、いずれ多くのグループユニットと絡む展開は十分にありえるでしょう。旧ジャニーズはまだ何とも言えませんが、トラジャもそうなりそうな兆しはある。そして国事務所の垣根を越えて様々なグループが集結した場合、最終的にダンクの中心人物になるのはダンス&ボーカルユニットとしては年長者でキャリアもありカリスマ性抜群の平野さんかもしれませんね。圧倒的な人気や影響力、そして楽しくてハイレベルなダンスを追求する意欲を考えても、平野さんはいずれ K-POP グループなども含めても日本のシーンのど真ん中の存在になっていくのではないでしょうかと前室のレコード会社関係者は話しています。ナンバーワンにもかけて命名されたナンバーアイ、それを牽引する平野さんが日本のダンス&ボーカルユニットシーンのナンバーワンになる日も来るかもしれませんね。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。